こんにちは。これよりご当地キャラクターリナッピーと愉快な仲間たちのステージを始めたいと思います。どうぞ最後までお付き合いくださいませ。さあ、やっとねステージに上がりました。皆さんご存知、稲沢市のマスコットキャラクターリナッピーです。来ましたターンね、リナッピー大得意のターンなんですけれども、さあイナッピーの頭見てみてください。こちら稲沢市特産の足束と植木、そして体全体はイチョウの黄色、ハチマキとふんどしは神宮裸祭りをイメージして作られた元気な祭り子キャラです。よくね、稲沢以外の土地に遊びに行くとタケノコのキャラクターと間違えることもあるんだよね。違うんです、違うんです、稲沢のいいとこ取りのキャラクターですからね。皆さんはお間違えのないようにお願いします。ちょっと怒ってないで。今日はお友達が遊びに来てくれてるんだよね。あれそう、イナッピーの大の仲良し、今日はねタボくんが遊びに来てますよ。皆さんで大きな声で呼んでみましょう。せーの、タボくん。はい、やってきてくれました。こちらはイナッピーのお友達タボくんです。実はこのタボくん、滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト TM レボリューション西川貴教さんのキャラクターなんです。どうでしょう、西川さん似てますか？ありがとうございます。似てるなんて声聞こえてきましたけれどもね。タボくんは西川さんが毎年9月琵琶湖岸で開催している大型野外音楽イベント稲妻ロックフェスの公式キャラクターを務めているんです。滋賀県のいいところ、そして稲妻ロックフェスをたくさんの方に知っていただこうと、タボくん地道に活動中ですよ。ぜひ応援してくださいね。いつもはイナッピーとタボくんと一緒に、あと本州四国連絡橋のシンボルキャラクターワタルっていうねお友達もいるんですけれども、この3キャラで、ご当地キャラクターユニット、タボくんバンドとして活動してます。今日はね2キャラで頑張っていきたいと思いますけれども、あれ、もうタボくん踊ってるもうねダンスが大得意のねイナッピーとタボくんなので、早速この辺りでその得意のダンスをご覧いただきたいと思います。準備いいですか？ OK、 イナッピー、はい。それでは参りましょう。まずは TM レボリューションの名曲を集めたアンダーカバー2メドレーです。ミュージックスタート。Yes, we'll go through, please.
ニャッピーたちのパフォーマンスいかがでしたでしょうか。さあではね、次はイナッピーたちと皆さんとでゲームをやりたいと思います。これからやるゲームはご当地クイズゲームです。イナッピー、タボくん、それぞれのキャラクターやご当地に関するクイズをこれから出題します。答えが分かった方は大きな声で入って手を挙げてくださいね。いいですか。正解すると素敵な商品を差し上げますよ。では早速クイズの方行ってみたいと思うんですが、どうしよう、今日イナッピーから行こうかね。はい、それではまずはイナッピーのクイズからです。イナッピーのクイズ第1問。イナッピーが今しているふんどしありますよね。このふんどしは相撲をイメージしている丸か×か。すぐすって手が上がりました。じゃあね、前から2番目のお姉さん、はい、まっすぐ上げてる、大きな声で丸か×か。バツとのことですが、イナッピー正解は、あれ考えてますけど、バツ、大正解。そうです、先ほどねご説明しましたけど、イナッピーのふんどしは、そう、法の宮裸祭りをイメージしてるんですよね。お相撲さんみたいな見た目もしてますけど、お相撲じゃないんだよね。はい、お間違いのないようにお願いします。それでは第2問です。イナッピーの特技は稲刈りである丸か×か。さあ、イナッピの特技稲刈りかな。あれ手が上がりません。はい、じゃあじゃあ前から2番目の、はい、お嬢ちゃん、丸か×か。丸、どちら、×とのことですが、イナッピ正解は×、大正解。そうです、イナッピーの特技なんですけど、何何、公式的にはガーデニングや夢を叶えるための手助けをしてくれるそうですよ、ね、最近ではさっきね見せてくれた得意のダンスも特技に入れてもいいんじゃないでしょうか。さあ、イナッピーのクイズ3問目いきましょう。じゃあね、次はちょっと難しい大人の方へ向けての3択問題にしたいと思います。ここ紹介寺歴史公園には約何株のアジサイが植えられているでしょうか。ということで3択いいですか。1番3000株、2番5000株、3番1万株。さあ、どれでしょう。なんか今ブースの中のお姉さんが大きく手を挙げてますけれども、さあご覧になっているお客様分かりますか。1番2番3番3000、5000、1万株、どうでしょうか。はい、じゃあ3列目の、はい、メガネかけたお父さん、1番 1? あれ1番と3番どっち、3番、3番ということで1万株、やっぴ大正解。あ、1万株って言ってくださったのかな最初。はい、大正解です。稲沢の方ですかね、さすがよくご存知でしたね。そうなんです、ここね1万株もアジサイが割ってるそうですよ。後でゆっくりご覧になっていただきたいと思います。さあ、じゃあ続けてタボくん、タボくんのクイズいきましょう。いいでしょうか。さあ、今日ねタボくんは滋賀県から遊びに来たんですけれども、皆さん滋賀県といえば思い出すのは何ですか。ですよね、琵琶湖ですよね。そう、滋賀県には琵琶湖の日というものが制定されているんです。それは何月何日でしょうか。あ、上がりましたね。今日滋賀県からお見えの方いらっしゃいます。さすが、じゃあ滋賀県の方は分かるので下げていただいて、滋賀以外の方で琵琶湖の日知ってる人、あ、上がりました。じゃあピンクの前から2列目のどうぞ。7月1日、あれ、イナピ違う違うっていうか知ってんの、イナピ琵琶湖の日。はい、タコくん正解は、大正解、イナピ7月1日だって琵琶湖の日で、そうなんです、あの滋賀県にはね琵琶湖の環境を保全するために制定された琵琶湖の日っていうのを7月1日に定めてまして、この日には琵琶湖の一斉清掃が行われるんですよ。西川くんもね毎年やってるんだよね、琵琶湖清掃ね。今度はタボくんも参加したいと思います。さあ、続けて第2問です。先ほど話に出ました琵琶湖、これは日本で一番大きい湖ってことは皆さん知ってますよね。じゃあその一番大きい琵琶湖は深さも日本一である丸か×か。さあ、どうでしょうか。じゃあ一番前の真ん中のお姉さん、×とのことです
さあ、たまくん、正解は？丸？それは正解ってこと？正解、はい、×が正解です。はい、そうなんです。一番、ね、深い湖は秋田県の田沢湖というところだそうで、423メートルもあるそうですよ。湖は、ね、一番深いところは103メートルぐらいあるんですけれども、浅いところは4メートルぐらいなんです。意外と、ね、深さはないんですね。はい、じゃあ最後のタボくんのクイズいきたいと思います。いいですか、イナッピー。はい、滋賀県の特産品で船寿司ってあるの知ってる？うん、その船寿司なんですけれども、これね、塩漬けにした船を何かに漬け込んで作るものなんです。さあ、その何かとは何でしょうかということで、ここ3択でいきたいと思います。1番、味噌。2番、ご飯。3番、大豆。さあ、1、2、3番どれでしょうか。わかる人、はい、なんで声が聞こえたけど手があんまり上がって、あ、じゃあね、3番目の、はい、 T シャツの君、何番指で出して。1番。1番ということは、味噌、味噌でいいかな。違う違う、テイナッピーなんかやってるけど変える。1番でいい。はい、いや、あれ、なんか教えてるよ。3番、3番ってやってるけど、あ、微妙な反応になってきました、これ。さあ、どうする、いい？2番。はい、2番ということですが、タモくん正解は？はい、大正解って、もうヒント出しまくってましたね、これ。そうなんです、これね、塩漬けにした船をご飯に漬け込んだで発酵させたものが船寿司なんですね。ちょっと癖があるんですけれどもね、機会がありましたらぜひ試していただきたいと思います。さあ、じゃあお待たせしました。ちょっとね、イナッピー飽きてきちゃった、もしかしてね。じゃあこの辺りでイナッピーがね、主役になれるようなあの曲をいきたいと思います。いいですか。稲沢市に来たからにはこの曲を踊らないわけにはまいりません。イナッピーのテーマソング、イナッピー音頭をこれから踊りたいと思います。さあ、イナッピー音頭みんな知ってるかな、踊れる子。はい、あれ、大きいお姉さんたちの手ばっかり上がったけど、じゃあね、イナッピーと一緒に今前に出てきてみんなで踊りましょう。さあ、ここ集まってきてください。最後まで踊ってくれたお友達には、イナッピーから何もらえるのかな、シールかな、飴かな、なんか素敵なプレゼントがあるみたいですよ。さあ、前に大集合、待って。今日はまだお友達呼んでるんだよね、あれ。さあ、そろそろご紹介したいと思うんですけれども、今日はヒルガの高原スキー場のキャラクターのヒルガムちゃんが遊びに来てくれています。みんなでヒルガムちゃんも呼んでみましょうね。せーの、ヒルガムちゃん抱きました。ヒルガモちゃん、かわいいね。じゃあここでヒルガモちゃんの説明をヒルガモちゃんのお姉さんにしていただきたいと思います。お願いします。皆さん、こんにちは、初めまして。こんにちは、なし、こんにちは、こんにちは。ヒルガの高原スキー場というスキー場で、岐阜県の郡上市の一番北に面する高須町というところから来ました。高須には6つのね、スキー場があるのね、ヒルガのちゃんで、その中の一つのスキー場、ヒルガの高原スキー場というところのキャラクターで、ヒルガモちゃんと言います。なんかよくさっきアヒルにとかね、ペンギンに間違われたんだよね。でも違います、実はカモちゃんなんですね。笑わないでください。笑わないで。お尻向けてる。はい、失礼しました。はい、どうしてヒルガモちゃんというかというと、ヒルガの高原スキー場、ヒルガの高原スキー場、ヒルガの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 、ヒルガモで、ヒルガモちゃんなんですね。なんかすごい目で見られてますけど、サボ君は喜んでくれてます。ありがとうございます。ということで、これからどうぞよろしくお願いします。ではここでもうちょっと郡上という地域を知ってもらうためにで、クイズの方をさせていただきたいと思います。皆さんぜひご参加ください。では第1問いきます。岐阜県郡上市に流れてる一本の大きい川があるんですね。でこちら結構鮎とかも有名なんですけども、この川の名前知ってみえる方いらっしゃいますか。ちょっと寂しいですね。あ、僕分かりますか。お子さんが分かりそうなので、ぜひ
という川が流れてまして、でこの最北端の源流に面するところが高須町というところなんですね。すごく綺麗な川ですので、ぜひ一度見に来てください。でその郡上の高須というところの名物があるんですけども、これケイちゃんという名物があるんですが、これ丸バツでいきます。ケイちゃん鶏肉の、あ、言っちゃったごめんなさいごめん本気で言っちゃいました。鶏肉の味噌漬けなんですけども、高須ではこの味噌漬けで、ごめんなさいちょっとリンチですねこれ本当すいません許してください皆さん。そう、この鶏肉の味噌漬けなんですけども、これ飛騨の方でも有名なんですけども、高須流の食べ方が一つあって、ケイちゃん焼いた後に何かこう入れるんですね。それを3択でいきたいと思います。こちら中に後で入れるもの、1番そば、2番うどん、3番ラーメン。さて3択です。分かる方いらっしゃいますか。え、ちょっと待ってください。ちょっと見てみてください。誰もあげてません。あ、お姉さんあげてくれました。うどん、ビルガムちゃん、うどんですか。丸です。ありがとうございます。そう、最後にうどん絡めて食べると美味しいですよね。で昨日稲沢の方でもちょっと赤味噌のケイちゃん風なの食べさせてもらったんですけど、それもすごく美味しかったんですが、ぜひこちらも食べてみてくださいね。イナッピーね、食べたことありますか。ないですか。じゃあぜひ、あ、お土産でねくれということですが、ごめんなさい持ってきてないので、ぜひまた昼間の高原に遊びに来て食べに来てください。お願いします。じゃあラスト1問いきます。昼間もちゃん特技があるんですけども、郡上の中でもちょっと有名なねものなんですけども、それは何でしょうという問題ですが、これは丸バツでいきます。昼間もちゃんが得意とする特技は阿波踊りである、丸かバツか。はい、じゃあごめんなさい、後ろのパーカー着たグレーのお姉さん、バツ。フリオムちゃん丸かバツどっちですか。バツです、正解です。そうですね、郡上踊りになります。フリオムちゃんどうぞ特技を見せてください。踊れない踊れないほら笑われてもうやめてください、本当に本当は踊れない、はい、踊れないということで、これ今度ね練習しておきます。イナピオンドに負けない踊りをぜひひろみちゃんにも覚えていただきたいと思います。郡上踊りね、あ、できました。ぜひタボ君とイナピも踊ってみてください。ではぜひ抽選会の方無料でやってますので、ぜひお越しください。ありがとうございます。ありがとうございます。いやね、ひるがもちゃん、せっかくなのでこの後イナッピやタボくんと一緒にちょっと踊ってほしいんだけど、大丈夫かな。ちょっと自信なさそうだけどじゃあね、応援してもらうかなね、ダンスするところ。はい、さあそれではね、ラストのパフォーマンスそろそろいっちゃいたいと思います。ラストを飾るのは昨年の年末 TM レボリューションが NHK 紅白歌合戦で歌った曲をお届けしたいと思います。みんな準備いいですか。はい、それではミュージックスタート。短い夢を重ねて愛してゆく
場でしたね。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。最後にちょこっとだけお知らせです。今イナッピーが参加している地元キャラ総選挙というのを皆さんご存知でしょうか。中日新聞さんの方でね、5月15日から始まって6月30日まで投票の受付やってるんですけれども、週間発表ではイナッピー今11位だったかな。ちょっとね控えめな感じになってますので、ここで皆様の1票がぜひ欲しいところです。1日1票、1端末から1日1票ね入れていただけますので、ぜひぜひこの可愛いイナッピー応援していただきたいと思います。カモ君とねひるがもちゃんはこれエントリーしてないのでね、遠慮なく皆さん全員イナッピーに入れていただいて大丈夫ですのでね、ぜひよろしくお願いいたします。それから、先ほどご案内しましたタボ君が公式キャラクターを務めています稲妻ロックフェス、今年の開催日決まりまして9月の19日の土曜日、20日の日曜日に琵琶湖博物館のお隣烏丸半島芝生広場で盛大に開催されます。気になる出演アーティストの方も続々発表になっております。まずは TM レボリューション、そしてボモリロックローバー Z、フィア&ロージングインラスベガス、キュッソネコカミ、アレキサンドロスが発表されております。この後もね続々皆さんの知ってるアーティストを発表されていくと思いますので、オフィシャルサイトの方ぜひ一度チェックしてみてくださいね。さあそれではキャラのみんな、最後までステージを見てくださったお客様に挨拶しますよ。いいですか。というかもちろんもうちょっと前でよかった。はい、ありがとうございました。愛知県稲沢市のイナッピーと、滋賀ふるさと観光大使のタボくん、ヒルガの高原スキー場のヒルガモちゃんでした。ありがとうございました。この後も稲沢あじさい祭りをごゆっくりお楽しみください。みんなバイバイ。